指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは。本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れた。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。卑しい身なれど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍造のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。よし。この匂い。燃える木とムクロ。消えたものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。狩火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中の狩火台を全て取り戻す。そうはさせるな。
死ぬわけにはいかん。これは手始め。ハサミ打つ気か。手に取ってやろう。大義を分かって来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らは鏡見台に参らねばならん。槍川には、彼らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。酒井様、道に捕虜がおりました。総兵のようで、お話をしたいと。総兵だと承知した。酒井さん、この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は寿司を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の寿司だと言われています。
赤島で会おう。クリレイ、焦るな。逃がしてやる。かねたの木に打ち入ったお方ですね。志村様の恩人だ。助かりました。ですが他の仲間は誰一人。どこで捕まった？アザモの東の海岸の四つ辻で、漁師がいつも使ってる道です。近づくでないぞ。始末は任せよ。
약지도스네 팀에! 動くな。 ああ、 助かった。 ありがとうございます。 もう安全だ。 志村が指揮を取ってくださらなければ、石を巡って同士討ちが起きそう。 Shaman Hood not never! <笑>待たせてしまったな。 このご恩は忘れません。 道中気をつけよ。 小松は無垢。
そう。ほい。助けてくれ。逃がしてやる。ありがとうございました。さあ早く逃げよう。食べ物と買えない。юу ч биш бололтой. Тийм баха. おい、うどん。してください。疲れるだけです。動くな。ありがとうございます。助かった。安全なところへ。抜かれてないぞ。ご存知ですか？
たせてしまったな。お侍、小川道場も猛虎の手に。かつて夏の間、長尾家の若い奴らと稽古をしたな。日本の剣術を盗まれてしまいます。そうたやすく得得はできぬが、止めに行かねばな。Hier bist du besser. どうかお助けください。動くな。ありがとうございました。もう安全だ。あの時どうしてあいつを生かしちまったんだ。Sonor ser. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Юуч биш байж. За.
갖다 집어서. 나만 더 먹어. 쟤는 내게 멋있어. 누구야? 待たせてしまったな。ああ、助かった。ありがとうございました。行け、達者でな。志村様なら何とかしてくださる。どうかお戻りを。この森には侍怨霊が住み着いております。Тим бол яах вэ? Нэг л үлдсэн. Явч туслая. Би ч бас.
Here you, huh? どうかお助けください。動くな。あなた様が御作様に見えました。どうぞこの鍵を。御作様もお喜びくださいます。侍は大勢死んだけど、生き残ったお方が本当だって。王子の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に。槍川の怨霊が。もうどこにも逃げられ。どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。迷子の牛だ。人がおったようだ。人を追い払うための仕掛けか。
死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語る。Thank you.